なんかそのね、上がネジそのまんまってのがね、中国製品っぽいですよね。ほんまやな。らしい感じですね。荒いな。はい、行っちゃおうか。6月3日を予定してましたが、はい、間に朝子さんの動画を1本挟むことにしたので、うんうんうん、したのでってあの5秒ぐらい前に決めました。なので、あの配信日3日ってあのカンペに書いてるんですけど、あ、7足して10日って言いました。なるほど、はい。おみし師範代のしばらく借りていこうかーシーズン6。まあ、柿の種の種類がまた豊富にね、いただくことができて、今日夜帰って、まあ、今日の夜は配信するかどうか分からへんけど、また配信の時にポリポリ食べながらライブ配信自分でしてみようかなと思ってるシャンダーでございます。今日ってこれ配信6月10日ですよ。中の人です。そうか、世の中季節は梅雨でございます。そうか、もう6月入って、はい、梅雨ですね。はい、というわけでいきなり本日のメインに参ります。はい、本日のメインはこちら、デレン、雨の日のチューバ事情。おお、雨の日のチューバ事情。雨の日大変ですか？いや、そうでもないですよ。いい、そうなんですか、うん、もう終わったじゃん。だってもうあの今車移動やから。あ、終わったじゃないですか。そうそうそう、いや、ソフトケースでね、うん、チューブ運んではるじゃないですか。はい、あれ雨の日大変そうやなと思って見てるんですよ。お、来たで来たで、はい、来たでこれ、あの PR PR チャンスが来ましたよ。はいはい、あれびっちゃびちゃなりません？なるんですよ。一応これ営業的にはこういう話乗っとかなあかんね。はい、そうなんですよ、びちゃびちゃになるんですよ。はい、うん、まあまあ背負うタイプもこう肩にかけるタイプもあるじゃないですか、はい。まあ、特に肩にかけるタイプなんかもうなんか傘さしたらほぼ全部出てますよね。うん、背負うタイプも多分リュック式ですね。はい、あの背中のこの辺ぐらいまでですよね、傘に入れんの。そうだから本当にね、まあ傘って大体ね、人の体が雨に濡れないように作られるじゃないですか。まあそうですね。ね、でチューバとか背負うとベル系で考えても45とか50センチとかなんですよ。はい、でまあそこが一番幅広くって、そこから下にズドーンってあるので、はい、かあの考えると後ろに人が一人こうおんぶされてるような、あ、まあそれぐらいのサイズ感ですね。だと思うんですよね。はい、そうだから後ろに一人人がこう、しかも相当でかい人がこうおんぶされてるような状態で傘さして、その人が雨に濡れないなんて考えれないですよ。まあ確実にびちゃびちゃだと思うんですよ。そうですね、それを守ろう思ったら自分ほとんど出てますよね。そう、でさっきも言ったみたいに、まあベル系が45センチとか50センチであったとしたら、はい、例えば傘のこの径があって、はい、それよりもちょっと小さいけれども結構でかくはみ出してる径がもう後ろにもう一個あるみたいな、はい、そんな状態なので、はい、傘から落ちてきた雨を全部そこのベルのてっぺんで受け止めてるんですよね。はい、そりゃびちゃびちゃになりますわね。あれね、現地着いたらどんな状態になってるんですか？いや実はね、まあ撥水加工というか、ソフトケースに自分でその撥水スプレーみたいなのをして、あ、ありますね。ね、あの水があの弾くような状態にできたりもするんですけども、はい、基本チューバのケースって、はい、あのやっぱ網網になってるので、はい、うん、だから多少はやっぱり染み込むんですよね、撥水してたとしても、うんうん、だからそれがもし撥水加工してなかったとしたら、もう本当にね、中に浸透してしまって、はい、中まで結構ビチャッとなってしまうんですよ。で特にやっぱりあのリュック式にしてて、してるとその楽器ケースの後ろ側、はい、要するにピストンとかロータリーの面ですよね、はい、に、楽譜を入れるような大きなケースがついてたり、あ、あのカバーね、あのファスナー開けてそこに楽譜入れたりできると思うんですけど、はい、そこもろに雨に濡れるので、はい、雨の日はそこに楽譜入れれなかったりするんですよね。ああ、なるほどね。うん、あれもう中までびっしょびしょですか？まあまあ、そう濡れる量にもよりますけどね。まあ雨に濡れますけどね。
そう、大変、あれつるんとしたものでは作れないんですか。つるんとしたもので作れないんじゃないかな。その生地自体も、はい、やっぱりそのつるんとしたものを加工するって、ああいう形に切り取って加工するっていうのは結構やっぱり難しかったり、コストがかかったりするのかもしれない。まあ、トゥルンとした状態で、あの形に作ったら、うん、それはハードケースや大会っていう話になりますね。まあまあ、材質にもよるんですけどね。はい、でもほら、UFO の人たちとかでも、何でしたっけ、レニオンブルーでしたっけ、なんかその、革でできてるケースとかあるじゃないですか。はいはいはい、ああいうのって、はい、まあまあ、1枚でつるんって作ってしてるから結構高いし、はい、でやっぱそういうケース持ってる人って雨の日そのケース使わないですよね。ああ、大事に使って、そうそうそう、はいはいはい、だから雨にジャバジャバ濡れさせたくないと思って大事に使ってると思うし、はい、やっぱそういうのってなかなか雨の日背負ってる人あんまりいないと思うんですけど、はい、チューバとかでやっぱあのケースになるとかなり高くなっちゃうし、そうですね、まあ、チューバで雨の日だけ別のケース使おう思ったらそのケースどこに置いとくねんって話ですもんね。そうそうそう、そんなね、リッチなことなかなかできひんと思うんで、はい、まあやっぱそこで雨に濡れない何かしら策を考えようと思ったら、はい、ペダリストレインカバー、これですね、デレント、はいはい、ぐらいしか方法がないと思うんですよね、はい、まあ、別にペダリストレインカバーじゃなくてもいいんですけど、はい、まあ、レインカバーみたいなものをつけてあげることによって、はい、まあ、雨の日傘をさして少なくとも自分が濡れないようにしようとした状態で、まあ、楽器に雨が染み込んだりすることを避けることができると、はい、うん、っていうのがあるんですよね。まあ、別に今回レインカバーの PR 動画を作ろうとしてるわけではなくて、はい、たまたま梅雨の話からそこに発展してるっていうだけですよね。そうですね、うん、いや僕もリュックにね、リュックの底に、はい、そのリュックのサイズにペコってはまるレインカバーが中に収まっているので、うんうん、自転車に乗るときとかね、それしたりしてるんですけど、うん、レインカバーないときどうしてるんですか。いや、濡れるしかないですよ、滝行ですよ。もう濡れてもしゃあないっていう感じで、はい、か、ゴミ袋かぶせる。そう、実際におるからね学生さんとか、まあ、若い人たちとかは、はい、もうなんかね、そんな状態で街、ゴミ袋でぶわーって かぶせて、ガムテでババババって縛って、はい、外歩いてて、はい、まあ、見た目的には、ゴミ袋捨てたろうって歩いてんのかって思われるけど、はい、でも、もうそうぐらいしか方法ないんで、はい、雨がひどかったら、はい、まあ、仕方なしにそうしてる人たちもいますよね。なるほど、うん、まあ、実際濡れたら楽器は困るんですか。はい、ぶっちゃけね、楽器濡れても別に困らへんのですけど、はい、濡れたソフトケースは乾くの時間かかるし、あ、でしかもそれでちゃんと乾かさへんかったらカビたら嫌でしょ。そうですねもう昔そういうのいっぱい見てるから。ああ、あとなんかチューナーとか掘り込んでたりする人もいますよね。あ、やっぱりね、作れそうですね。そうそうそう、でもそういう電子機器とかやっぱり濡れるとね、はい、使えなくなっちゃったり壊れたりしますよね。なるほど、うん、いや実際それ、まあ、ケースでの移動の話は、まあ、ペダリストレインカバーで全て解決するとして、はい、これどこで買えるんですか。あ、これはもう市販台に直接ダイレクトメール送っていただければ、まあ、もしくは各楽器店さんにね、もう預けてるところもいくつかありますんで、はい、聞いていただければいいと思いますし、市販台のホームページの方から、はい、直接お申し込みいただくことも可能です。はい、でそのね、うん、ケースの移動のことはちょっとさておき、うん、まあまあ前半 PR 動画みたいになりましたけど、はい、それ以外に雨の時期チューバ困ることって何かあります。雨の時はね、まあ市販台の楽器は特になんですけど、はい、いつもここに持ってきてる、ミラフォーンのブルックナーっていう、はい、ノーラッカーじゃないですか。あ、で、はい、ソロ吹いたりする時にも使ってるエレクトラっていう同じくミラフォーンの楽器、はい、あれもノーラッカー、まあ、好んでノーラッカーを使ってるんですけど、はい、ノーラッカーの楽器はやっぱり雨の日は雨の日に限らずですけどね、日本のこの湿度の多い中で使うには、はい、やっぱちょっと汚れやすいというか、はい、なんていうんですかね、もうこうやっぱりあんな風になりやすいんですよね、腐食が激しくなる。あ、
海外みたいなの、海外のその例えばカラッとした気候のところとかで使ってる楽器に比べると、うん、やっぱりその変色が進みやすいって言われますよね。あ、なるほど。あれ進んでたら最終的にどうなるんですか。進んでたらもう抹茶茶になりますよ。あ別にあのボロボロ崩れていったりはしない。ああの腐食が激しくなっちゃうと、はい、要するに例えばね、湿度が高くって、はい、あの使っててもうずっとベタベタするような状態が続くと、はい、そこから金属が腐食していって、はい、でそのずっとそこに例えばずっとそこに水がポタポタ落ちていってたら、はい、金属穴開けますよね、はい、それと同じような感じになっていくとは思うんですよ。なるほど、それは大変ですね。そう、普通のラッカーとか、まあ、シルバーのメッキ、まあ、メッキかけてたりね、やったらそんなにでもない。そう、ラッカーとかメッキかけてたりすると一応保護されてるんですよね、はい、そう。ただやっぱり、ね、ラッカーの楽器でも、はい、まあ、まあチューバ奏者の方々よくご存知ですけど、ルドルフマインっていう楽器のメーカーがあるんですよね、はい、ルドルフの楽器なんかはすごい綺麗にできてて、すごいいい音がするんですけど、はい、ラッカーをかけてる、でかけてるけれどもなかなか結構腐食しやすいですよ。ラッカーのかけ方の問題なのか、ラッカーのかける、あの厚さの問題なのか、はい、もしくはそのね、その楽器をラッカーかける段階でもうすでになんかどっか腐食してるのかわからないですけど、はい、でもあのラッカーかけてるにもかかわらず中がちょっと変色してるとかいう楽器もたまにあったりするんですよ。で最近ではやっぱりそういうのもちょっと見直されていってどんどん綺麗になってきてはいますけど、うん、でもラッカーかけてても安心はできないです、うん、どっか例えばあの腕時計しててガリッと擦ったとか、はい、でなったらそこであのちょっと傷がいったな程度ですけど、はい、もしそこから水分が入っていったら、はい、ラッカーがそこで裂けてたりすると、うん、そこから金属が腐食していく。なるほど、はい、外現場で雨やったことってあります？外現場で雨の時はありましたね、ありましたね、金管50層とかで外でやらなあかんけど、はい、雨が降ってるっていう現場、その時はラッカーの楽器使ってましたけど、はい、ラッカーとかシルバーの楽器使ってましたけど。そんなんって どうなるんですか？まあそういう場合はもう本番終わったら早く拭き取ってあげる。ああ、まあもうその時はもうそのまま中心にならずに最後まで、はい、まあまあ軽くなったってザーっていうのはないさすがに、はい、ザーってきたらだんだん溜まっていきそう、ね、そう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 重たなってきたらね、うん、そう、それこ その、ね、軽く降ってるだけの雨やったら、はい、その自分で水通しして洗った後の木と同じやから、はいはいはい、すぐに拭き取ってあげて、はい、水水分を残さないように拭き取ってあげたら錆びずにするんですよ。木管楽器の人とか大変そうですけどね。いやもう木管とか無理やと思う。というか木管楽器の人は湿気の時点でまあまあ大変ですよね。そうだからもうプロの人たちとか湿度計持ち歩いてる。マジですか？そう、オーボエの人とかクラリネットの人とかやっぱりあの全部キーなので、はい、あの目の前にずっと湿度計を置いて、はい、であとあれですよ、ティンパニの人とかもそうですよ。湿度が高かったらどうするんですか？いややっぱりそれはもう高いなりのチューンナップの仕方をしない。ああなるほどね。 それを見ながら調整すると。そうです。湿度が高くなってきたから頑張って下げようっていうわけじゃないですか。そう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 、はい、やっぱりずっとその都度それを見ながらあの調整してます、ね、チェンバロの調律の人とかも、うん、温度計と湿度計とか持ってますね。そうでしょうね、はあ、なるほど。金管楽器はそこまで湿度に対してシビアではない。そこまでシビアではない。でも基本やっぱり我々もチューバ吹いてたら、はい、トランペットやったらこうやって吹いてるだけで済むんですけど、チューバ吹いてたら大体ベタッと触らんと持てないでしょ、はい、なので触ってるところが湿度でペチャってなってるともう気持ち悪いっちゃ気持ち悪いんですよよく皆さんあのチューバ吹かれてる方とか UFO 吹いてても同じだと思うんですけど、はい、夏場暑いところで練習してると楽器と自分の腕がペチャってひっついてて、はい、あのチューバなんでね、こうやって持って構えてロータリーでもピストンでも吹こうとしてたらこっちのボディのベルの下の方には腕がつきますから、はい、で暑いと半袖、こういう半袖でしょ、はい、でその状態で楽器構えたらペチャッとここつくんですよね、はい、もうそしたら自分のかいてる汗とか、はい、特にチューバ奏者なんかもう汗かき多いんで、はい、もうすぐハーハー言うて汗かいてますからね、はい、
うん、でもうべちゃっとこうここでぬるぬるした状態でもう気持ち悪い、はい、だから結構ここのボディのこのベルのこの辺に革のバンドみたいなのを巻いてますね、巻いてる人もいるでしょ、はい、うん、なんかああいうの巻いてる人もいますし、はい、昔やっぱりノラカの楽器使ってる人多かったけど、やっぱそこずっと当たり続けると腐食するから、はい、だからあのノラカの楽器で昔はそのバンドか革のバンドをベル、うん、そこに巻いてたりして、はい、腕と直接金属が当たらないようにしてたのがありますよね、はい、あの楽器ケースにあのベビーパウダーを持っていっておいてずっとこうに塗っておくとかどうしたの楽器に塗るんじゃなくて自分に塗らなかった、そう添加粉、うん、でこうやってさらっと当たり心地が良いさらっとしててもそのうちこっちを絶対汗かきますからねいや、あのヤマハのユーフォニウムを吹いてる人は大体3番管がボロボロに錆びてますね。ああなるほどね、あそこ錆びやすいんですよ、なんか知らないですけど、へえ、はい、そういうのあると思いますよ、楽器あるあるというか、我々もね、はい、やっぱりこうパッと構えた時にあのピストの楽器なんか、まあ、ロータリーの楽器もそうですけど1番管に大体一定かけてこう抜き差しすることが多いから、はい、1番管大体見たら指の形に黒になってますよ。あーなるほどね、まあ、それはでもあんまり雨関係なく常にですね、常にそうなる、すぐに、はい、やっぱりそしたら雨で一番大変なのは移動ですか。まあそうでしょうね、移動の時とかやと思いますね。まあそういうのもあって市販台あのレインカバー作る気持ちになったのはそこなんですよね、はい、あのうちの家にいつも受験生で来る子たちは、はい、やっぱり必ず電車で移動してきますよね、はい、傘さしてやってくるので、はい、傘さして家来た時にあのやっぱり家の中に入って楽器ケース開けて楽器出さないとあかんから、はい、まあ、あの うちはもうええでええで濡れてもええからとかって言うんですけど、生徒は申し訳なさそうにできるだけ家の玄関で濡らさないようにと思いながら自分のタオルとかで楽器のケースを全部拭いてそこから入ったりする、なんかそれやったらこうなんか上からこうかぶせてするグッズがあったらええのになっていうのが、うん、まあまあ根本的なところにあるんですよ、はい、うん、なるほどね。でもまあそのカバーもどっかで干しとかなきゃダメですよね、うん、でもね基本それ撥水加工してるので、あっ、やってそう、完全防水なんですよ、はい、だから家入るときにその外でバチンと外して、まあ、屋根があるところでバチンと外してジャバジャバジャバジャってやってくるくるくるっとしておけば、はい、とりあえずはレッスンの間ぐらいは大丈夫で、レッスン終わってまたつけて帰る、で家帰ったらどっかに干しといてもらえたらすぐ乾いてくれるんで、はい、うん、なるほど、そうですよね、はい、雨の苦労話、うん、もうあと 2,3 個出てくるかなと思ってたんですけど意外と出てこなかったですねまあ今多分ねやっぱり車で移動してる人間やから、あの雨もそのまま多分車じゃなくて電車で移動してるとか、はい、なんか徒歩でいつも移動してますっていう人たちに聞いたらもっといっぱい出てくると思いますよ。ちなみに学生時代とかどうだったんですか。もうチャリンコ乗ってましたね、背中にチューバー担いで、はい、リュック式で背中にチューバー担いでチャリンコ乗ってバーってあの王冠からあの水川記念館まで、はい、チャリンコでずっと行ってました。その頃の雨とかはやっぱりもう傘でどうにか行ってたんですか。そうだからもうチャリンコでチューバーせよってチャリンコ乗ってる時にもう傘さして危ないので、今一応それダメなんでね。ダメでしょ、はい、いつからダメになったんやろ。学生時代は多分 OK やったかな。あ、そうなの、わかんない、あの、あかん、調べて。30年前の話ですか。あ、はいなるほど、はい、あのおばちゃんがやってるあの傘さすグッズもあれ確かダメなんですよね、本当は。あ、そうなんや、はい、うちの梅藩やってるよあかん言うてんの、そのエピソード掘り込まんといてくださいえ、あかんのあれ。確かダメやったと思うんですよ。マジで。ちょっと今見ましょうか。あれあかんかったらもう世の中 あのおばちゃんと言われる生き物たちはもうほぼほぼ生活できる。確かに危ないっちゃ危ないんやね。傘が開いた時の幅が60センチを超えたらダメ、ああという話です。要するにその傘の先っぽとかが人に当たったり、はい、傷つけたらあかんっていうのがね。でね、大阪は確か独自にダメやったんちゃうかな。大阪はもうおばちゃんがダメとかじゃない
司スタンドを指しての運転は、うん、片手運転にはならないけども、うん、高さの制限とかがあるんですよ。あ、傘の幅が、0.3m だから両方で 0.6m ですね。で高さが 2m を超えたらダメとか、お、その制限が大阪府独自にあります。まあ誰が取り締まってるんやろっていう話なんです。まあ、まあ、なんかあった時にね、よっぽどね、はい、はい、ああそうなんや。というわけでじゃあ雨の日のもうどうします、この6月10日時点で梅雨明けてたら、明けてる6月10日、なんか最近どんどん早なってません？ああそうなのかな。史上最も早い梅雨入りってなんか2年に1回ぐらい聞いてるような気がするんですけど、めちゃめちゃ長いこと梅雨やってる間もあるやん。はい、あのもう7月末ぐらいまで梅雨やった時もあったでしょ。そうですね、うん、あれどうなってんやろね。まあだんだんジャングルみたいな気候になっていくんちゃいます。温暖な感じ、熱帯雨林な感じ、はい、でもなんか実際なんか夏の始まりぐらいになってきたら毎年、うん、もう日本熱帯なんちゃうかなと思いません？だってあんだけ暑くなったらもうね、はい、あかんでしょ。ただその割に冬激寒ですよね。寒暖差こんな激しかったっけみたいな。うん、で年々寒暖差が激しくなる一方で年々体の方は寒暖差に耐えられなくなっていきますからね。まあやっぱりね、日本に住んでてそういう四季を感じるっていうことは大事なことですよね。はい、うん、というわけで、はい、雨の日はこちらをででんご利用いただいて ね、はい、ね、おばちゃんも傘さしね、チャリンコ乗ってて傘さしたらあかんねやったらもういよいよペダリストおばちゃんカバーでも作るしかないですよね。こうてくれます皆さん。ここをガサッ、それカッパって言いません？今こうやってイメージしながら、あ、カッパやそれ。はい、はい、あの次ペダリストカバーを作るときはワークマンの素材で作ってください。ワークマンに頼むと高鳴るって絶対。なんか買ってきて自分でプリントしたいんちゃいます、アイロンで。それ打ったらあかんのじゃん、ほんなら。あかんのかな。それやったらあの買いたいと思う人がそのプリントの材料だけ売ってくださいって言うかもしれない。いや、今でこそねめっちゃ流行ってるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれでも最初の頃はすごい防水の上下の服、うん、イージスっていうやつがあって、うん、それがそのバイク乗りとかの中でこれがものすごいいいっていうので作業服やったんがちょっと別のジャンルの人が使い始めて、ね、それが気がついたら今じゃあの状態ですからね。すごいですよね。もう普段着でワークマン着てる人とかいますからね。いますね、おしゃれや言うてね、はい、うん、僕も結構家にね商品あります。そうなんや、はい、帰りワークマン行こうかな。はい、というわけでちょっと早めですが、うん、終わりましょうか。はい、はい、6月の10日何か予告するようなことはありますか。6月の10日、はい、7月の2日やったかな、はい、7月2日土曜日に、泉ホールで開催されます泉シンフォニエッタっていうね、まあ、ちょっと小規模なオーケストラがあるんですけれども、そちらのオーケストラの中で、まあ、アンサンブルみたいな形を今回取るんですが、トロンボーンとホルンとチューバのトリオで、実はクセナキスの作品を演奏するというね超現代曲なんですけど、これですね、クセナキスのノモスアリファリネアアゴン、リネアアゴンアロウラ、この中のその真ん中のやつなんですか。リネアアゴンっていうやつね、はい、うん、そう、それがトロンボーンとホルンとチューバのトリオになってるんですけど、はいはい、そちらの曲を、演奏させていただきます。新音楽の未来への旅シリーズ泉シンフォニエッタ大阪第48回、定期演奏会地の絢爛ですね、はい、チラシはこちら、デデンと、はい、は
7月2日土曜日15時15分会場の16時開演ですね、はい、飯森さんが指揮なんですね、はいはい。まあ、今回あの師範代トリオで出演しますんで、はい、あのまあ、トリオは指揮者がないんですけど、あ、はいはい、指揮者がなかったら困るレベルのむちゃむちゃ難しい作品なんですよね、はい、もう超現代音楽。アンプですか？アンプせへん、アンプせへん、無理無理無理暴動起きるなるほど。ぜひ、皆さんご来場よろしくお願い申し上げます。はい、他に何か予告するようなことはありますか？ない、はい、では終わりましょう。俺たち最低だぜ、うおー、またね。はい、はい。